今私が後ろにいるのに。嘘赤コーラとかぶん投げてこないの。ぶん投げた。やだー。ぶん投げた。おい、ちょっとやる。おい、見るか見るだってほら、赤コーラが来たら一姫様に攻撃するわ。無駄だからしょうがない。アスチャンネルをご覧の皆さん、明日に輝く星をつかめ。どうもこんにちは、星のマリオです。はい、本日はですね、第2回目のマリオカートです。前回一人で頑張って1位を取りました。はい、今回はなんとマリオカートの対戦相手のゲストを呼んでいます。早速呼びたいと思います。よっしー、ほいほい。ごめんね。はい、よしー、どうぞ。はーい、よしーです。お願いしまーす。猫見ることよしーです。お願いします。ちなみに、よしーさんは、ごめんなさいね、よしーさん。すいません。よしーさんです。今日のために前が緑にされました。そうなんですよ。今日があるって聞いたんで、緑にしてきました。なるほど、ありがとうございます。うん、ちなみに、マリオカートの自信はありますか？マリオカートは、なかなか、これを持つのも初めてです。はいはいはい、やったことありますよ。ありますあります。スーファミで。お、ずいぶんレトロの方レトロレトロの方でやったことはあります、うん、なるほど。今日はね、一緒に対戦ということで、私もね、前回初めてやったんで、まだ全然うまくないんで、一緒に楽しくやりましょう。はい、はい、やりましょう。じゃあ早速始めましょう。レッツマリオカートのじゃあ早速始めたいと思います。スタートします。で、これで、みんなで2人を選びます。で、バトルを今回選びます。バトル、はい。なんかね、風船とか甲羅を使うバトルみたいです。はい、ではキャラクター、ちょっと好きなキャラクターを選びます。はい、はい、かわいい。ビビディジーとかある。かわいい。猫ピーチにします。私、うん、かわいい。私の選んだレイロゼッタを選びます。ぽいぽいぽい。これアイテムを選ぶ、なんか車体と、車のタイヤと、新しい、あと羽、飛ぶ時の羽、3種類選んでください。飛ぶの。そうそう、飛ぶ飛ぶ飛ぶ。え、かわいい。どれがいいかな。地球みたいなのにしようかな。これにしようかな。うん、いいね。オッケー。はい、今回は、風船バトルをやります。風船がね、たくさん割れた人が最後勝ちみたいです。なのでちょっと頑張っていきたいと思います。頑張ります、 頑張ります。はい、じゃあ早速スタートします。はい、自分の髪に当たった。え、待って
待って、走れない、走れない。どこどこどこ。あー、トラコ飛んでるんだけど、なに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 、どういうこと。ちょっと待って、ちょっと待って。あー、誰か、誰もいない、誰もいない。ちょっと走ってない、走ってない、走ってないよ。どこ行った。なに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 、そうそうそう。あ、いたいたいた、なんかいた。え、なんか、え、出らない。私もう2個しかない。うそ。あ、いたいた、あ、いた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 。え、私しかももうなくなってる。いた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 、あ、いたいたいた、おらいた、いた。まあ、なんか動けなくなった。全然一個は潰せない。どういうこと。てか誰もいないんだけど。ボムとか使えるのかなこれ。あ、なんかいた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 。あー、危ない危ない危ない。あ、なんかやられた。イカ、イカが来た。嘘、イカ来た、イカ来た。てか、あ、なになに、あ、なんか鼻。え、え、なになになに、強いんだけど、すごい強くなってる。え、あ、待って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 、あの、なんか走ってないんだけど、どういうこと。マリオにやられた。危ない危ない危ない。え、一個ぐらい、一個ぐらい。あ、やった、赤、赤亀だ。誰かいないかな。来ないでね、赤亀さん。赤亀さん、赤亀さんなんだけど、赤亀さんないんだけど、誰もいなくなった。しまわれ、え、待って。あ、嘘、え、ひどい、なに今の、ひどい。ドロテン、あ、ほんとだ、ドロテンだ。2人とも1個しか、あ、そっか、割れてない。なるほど。はい、では次は、レースの方に行きたいと思います。はい、じゃあ早速選んでいきましょう。はい、グランプリで50にしましょう。50、はい。じゃあまたキャラクターと、車体とタイヤと、きのこ、簡単なきのことかにします。きのこで、うん、はい、じゃあやりまーす。オッケー、じゃあ行きましょうか。さあマリオカートレース。ちょっとこれ、この間私も初めてやったけど、でもなんかコツを掴んだら走れました。走れました。うん、走れた。スーファミでしか本当に。あ、本当。てかこれを触るのは初めて。うん。どれが走るの。おお。これなんかね、メダルも取るといいの。あ、取れた。はい、やった。ね、なんか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 。え、はい、ごめん。私がごめん、ミレイさんに当てた。私が。え、あー、そう。まさか緑コーラ当たると思わなかった。あー、コイン欲しい、コイン欲しい。コイン取れなかった。あと、上手だね。さっきからもう、だいぶ。あ、慣れされてるんだよ。これなんか空咲いてる。何これ。あ、飛び、あ、でもコイン取れない。走れて。すごいに赤コールになった。あっ、水なんかすごい攻撃されてません。なんかさっきからコーラコースめっちゃすごいんですけど。ヨッシーどうですか。ヨッシーちょっと攻撃されまくってて、攻撃されまくってて、なんかふにゅふにゅ言ってない。ふにゅふにゅ。ほら、こんにちは。なんか走れてる。なんか走れてるんだけど、うん、なんか遅い気がする。うん。なんだろう。え、このドーメラみたいなの初めて見た。それなんか橋のにはなかったかな。まあね、結構進化してますからね。スーファミからはちょっと年齢が高い。いや、ベビじゃない。
そうなの、7位。待って、なんかイカさん、あと一周、あ、待って、赤コーナー来た。待って、もう分かんないから投げちゃう、ブーメラン。私最初1位だったのに今7位です。攻撃すごい、それ。ちょい あ、嘘、なんか来た。これこれやめてほしいよね。あ、やったか。あ、ダメだ、今前はスター使っちゃってる。ミルキーちゃんどこですか。だから今ね、レベなの。レベって何ですか。ビリってこと。あ、何、なんかめっちゃ攻撃してる。誰だ、なんか抜かれたんだけど。何、ほら今2位だった。やだ、なんか抜かされた。あー、やだ、衝突したくないよ。あ、やった、めっちゃ早いやん。
やったー、イエーイ、バーイ、うれしそう。でも今回2位できた。お、すごいじゃん、ミルキンちゃん。
コーラ最高だな。なんか赤コーラ2回やられて、その後なんか爆弾にやられて、その後大砲にまたやられて、なんか緑コーラにもやられて。あ、なんかこれなんか見たことある。氷にされるやつが多いな、うん、どこ、私はどこ、うん、なんかスタートダッシュ遅いんだよね、うん、ミルキーちゃん普通に上手くなってる。ちょっと慣れてきた。結構得意よ。でもね、だいたい任天堂 DS じゃなくてスーファミでしかやったこと得意だった。一回好きだった、うん、でも大概あのどっかに落ちたお化けによく釣り上げられた。なるほど。Thank you.
感じ。あ、そうか、パーリンの手に入れました。新しいマシンパーツ、お、いいやつをね、結構。おお、なかなか初めてにしては面白かったね。初めてやってみてどうだった？めっちゃ楽しい、うん、せこしいなんかね、思ったより全然上手でびっくりしたの、ね、最後、うん、あれ赤コーラが出たら、うんうん、勝てたの。勝てた、緑だった、うん、緑だったの、赤だった。私は最初から勝つ予定だったそうだね、そうだね猫ピーチは強いね、うんよしね、よしね、はい、はい、あのやっぱり一人でやるのも楽しいけれども、今回は二人で対戦してとっても楽しかった、楽しかった、またよかったら対戦しましょう、うん、次は勝ちます、うん、もう元のところはい、ということでありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、ではいかがだったでしょうか。今回は、マリオカートを、対戦してみるかみるちゃんと対戦してみました。本当にね、あの一緒に誰かとやると楽しいんだなって改めてマリオカートの楽しさを知りました。はい、では最後に私の人生の座右の銘は、人に優しくすること、人を幸せにすること、そしてマリオカートの対戦で皆さんに席をお配りすることです。いいなと思っていただいたらチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。そしてグッドボタンもぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、せーの、またねー、バイバーイ。